時刻は午後4時を回りました。評論家の宮崎哲也です。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。毎日代わりでコメンテーターの方々とともにニュースについて語っていくザボイス。そこまで言うか。木曜日のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さんです。どうも。よろしくお願いします。今日はスペシャルゲストがいます。はい、えー、ゲストにお越しいただきましたのは京都大学大学院工学研究科教授藤井聡さんです。よろしくお願い,いたします。はい、よろしくお願いします。 最近ほらテレビ T.V. タックルとか鳴らしてるから今日もそのお話を伺おうというわけです。いすえーその豊洲の問題についてたっぷりお話を伺います。はい、えー、まずはプロフィールをざっとご紹介させていただきます。はい、え千九百六十八年の生まれ奈良県のご出身の四十七歳朝。あさって で十五日で四十八歳になる。え、君天秤座なの？そうそうですよ。そうです。え、なんなんですか？え、俺は十月十日だから。あ、そうなんだ。あ、じゃあぜひ合同でなんかしましょう。今週はじゃあ何？あ、すごいですね。すごいですね。で、バースデーウィークじゃないですか？バースデーが近い近くてこの人はあのえっと。 橋さんと同い年ですほぼほぼほぼ今そうですね。でね今日はね何とこの件でお呼びしたかっていうとまあ一つは私は専門家じゃないので森山さんとかさいろんな番組でご一緒するじゃないですか一級建築士の方ってどうも誰が本当のことを言ってるのかよくわからんというのが問題意識の根底にあって。 ただねあの気になってたのは、はい、あの藤井さんと。はい 藤井さんの宿敵であるこの橋本徹さんと <laughs> 高橋陽一さん三者三様に <laughs>、はいえー、この立場が違うし対立すらしている、えー、いろんな意見を、うん、食い違ってる3人がこの件ではほぼ同じことを言ってる、ね、これは何かやっぱりちょっと聞くあの耳を傾けるべき点があるのではないかということで。 今日お招きしたどうもなたが何をおっしゃってるかこうさておいてまあ図面ですとか一般的なあの建設の,あの常識等々に基づいてですね公表情報から考えるとこういうことじゃないかと安全で衛生的なんじゃないかまあそんなことをまあ判断しておりますのでまあ今日はぜひそんなところも含めてお話できればと。はい 東京工業大学の教授などを経て2009年、京都大学大学院教授に、で2012年に持論の烈統強靭化論が第二次安倍内閣の掲げる国土強靭化政策の原型となったと、はいでえー、この年 12, 年の12月26日付で第二次安倍内閣の内閣官房参与、はいえー、防災・減災ニューディール政策担当に就任されていらっしゃるというのがご経歴でございます私との、ね、関係はね、大阪の朝日放送、 で正義の味方という番組をやっているわけですよ。もう二年半ぐらいですかね。もうそんな長ですね。すねもっとやってると思う。まあなんかかなり長くなりますね。まあいいやって、えっとでもそれ以前にね、そねあのこう。はい 藤井さんとは兄弟弟子なんですか。はいそうです。え兄弟弟子。そうそうそう。僕にとってはもう超皇帝あの高い弟子さんお弟で。いやでも私は本ですか見る角度。まずどうどういうことかというとあの私たちの師匠師匠筋というか親分に西へ進むっていう元東大教授の東大と喧嘩して辞められた方がいらっしゃってですね。はいえっとそれのこうなんというか門下。 あの正式な2人とも正式な学問の門下じゃないんだけれどそうですね西部スクールっていうんですかね西部先生の塾がありましてそこの塾で僕は多分一番年下の部類になりますねへえ発言者塾そうですね僕は発言者塾の頃からいました私発言者塾で講師やってたからそうなんですか 更視されたころ僕はまだ入ってなかったんですけど辞<ー>められてしばらくしてから、まあ、入ったっていうのがだ宮崎哲也さんもこうおられたんだなっていうのでで<ー>まあ西部進むといえば日本で最も理論的な保守の論格でいらっしゃるわけですけど私はほらどっちか中ちとリベラルだからけんかして喧嘩か別れしちゃったんですけど <laughs> <laughs> この方はちゃんとそれをこう引き継いでいらっしゃるとか <laughs> <ー>でもリベラルと保守っていうのは何かこうか重なってるところもありますし。 なんかこうどちがどっちかって分からなくなってくると思いますけども、まあ保守って言われるんですかね。まあ自分であんまり意識したことないですけど、まあいや保守の証をずっとこあのこの人がいかに保守的感じとかって言ってもいいんだけど、まあいや今日はそういう番組はじゃいので、はい今日午前までお二方よろしくお願いいたします。はいよろしくお願いいたします。さあ株と為替値動きをお伝えしておきます。東京株式市場日経平均株価昨日と比べ65円ほど安い16,774円24銭でした。あ 朝方は円安の進行から買いが先行だったんですが、えー、不調な中国の経済指標を受けて続落となっております為替は1ドル103円70銭付近昨日と比べ10銭ほどの円安ドル高です、えー、今日はですは、ね、4時台のゾーンをたっぷりと使いましてこの豊洲市場の問題、えー、まあ空洞がある森土がないとかその辺の話、えー、は安全性として一体どうなのかというあたり、えー、お話をいただきます さあ、ご意見お待ちしております。メールは、ボイスアットマーク 1242.com。Twitter ハッシュタグ、シャープ、ボイス、1242です。それでは、ザ・ボイス、そこまで言うか、こちらから参りましょう。 四時六分を過ぎております今日はスペシャル企画。この時間は評論家の宮崎哲也さんと京都大学大学院教授藤井聡さんに豊洲市場の問題について分析をいただこうと思いますあの今日のニュースで飛び込んできたものの中に豊洲問題で小池知事が市場庁を公鉄へと、うん まあ、あの一連の森の問題で混乱を招いたということで更迭、えー、するなんて話も出てきて、まあ、こう人事にまで影響を及んできましたけれどもおこの問題について盛り土あるいは地下の空洞これっていうのはいいろろこれはねこの番組でやったけど、はい、一応論点整理をしていくと。を どううしてやめたのかという、はい、そういうこのお意思決定の問題、うん、手続きの問題っていうのがあって、うんはい、片方に実体的にではこれが本当に、えー、危険なのか、はい、有害なのか、うんえー、安全性の問題、はい、これは2つあってこれは一応別の問題として捉えた方がいい、はい、もう一つはじゃあ落としどころというか帰着点ってどういうことが考えられるかというと、うん、第一には えーまあ、月来年の3月までに、うんえー、ほぼ予定通りまり、あ、ちょっと遅れたけれど、はい、ほぼ予定通り移転をする、うん、少し遅れる、だ、うん、から2つ目は、えー、大々的に改修とか調査とか改修を行って 1>,、うん、1年後とか2年後とかはかなり延期,なに延期になると、うん、延期にするけれども、まあ、最終的には回調査、改修を経て移転すると。 3番目は移転中止、この3つの落着点というのがあるよというふうなことを念頭においてこの問題を考えていただくといいいと思ますけどねそこでもうすでに市場建物はほぼできちゃっているという中でこれが使えるのかどうかなんですけれども藤井さん、これなんか危険だっていう意見といや、そうじゃない全然安全なんだっていう意見ありますがまずですね 都知事選挙が終わった翌日から始まるんですね、はい、で都知事選挙が終わった翌日に小池知事があの豊洲のへの移転の問題は見直しますと、うん、まあそういうことをこう高らかに宣言をする、うん、このまさに翌日ですから、もう世界あの日本中がまあ注目してた選挙ですから、はい、まあそれが終わって、であの改革派。 知事とししてて誕生してさあ小池さんこれからどういう、まあ、いわば劇場を見せてくれるんだろうと、うまあ,ある種、日本人がみ,あのみんな固唾ので、特に都民を中心に見守ってた、はい、その日の朝に出てきたネタが、この統一の問題だと、うんでえー、これはもともとですね統一の問題っていうのは昔からある問題で移転の築地の問題でずっとあった問題ですけれどもあの、ほぼほぼ賛成になって、もう手続き的に進んでたんですけれども、まあ、反対される方もいると。うん、そういううい意味であのちょうど昔ののヤンバーダムの民主党選挙、うん の時のヤンバダムのような状況でほぼほぼ行政的には進んでるんだけれどもまだちょっと火種が残っているというような状況で,、はい、でここにあの着目が集まったわけですね。はい、1>, 1つだけ注意えておくと、はいはい、今の言い方だと、はい、いかにも小池さんが短篇級に急に言い出したと。うん この豊洲問題と、それはちょっと違ってて、かなり前から小池さんは著作の中で、あそこは本当に安全性が担保されているのかっていう疑義を呈しておられたということは、言っておきたいとちょうど選挙戦の時に、そういう議論がずっと、候補の間もかなりされてたというの背景もあって、そしていよいよ知事になってから、それをどんと出してきたと、それからちょうど大体一月後ぐらいに、この衝撃的な空洞の。 えー、映像とともにですね。あの水が溜まっているという映像とともに、えー、これはもう大きな問題だというような予想いでえ記者会見された、はい。あれなんで空洞っていうんだろう。うんうん、どう見たって空洞ということは日本語はふさわしくないと思う。で、うん、だ空洞ってさ、なんかホラーなみたいなのがあるというイメージじゃないですか。あの空洞のドアホラーな感じだしさ、はいうん。そうですそうです。 そうじゃない,ないって要するにです、ね、でこれは後ほどご紹介いたしますけどもこれはあの東京都の技術系職員がみなしているとも報道されてた構造で、はい、これはあの地下モニタリング空間と。 呼ばれるもので最近、日研設計があの公表した資料の中でもその地下モニタリング空間があってそこに重機が描かれている絵があってですねこういう発注が出ているというのが言われているぐらいのもので決してあの技術的に不当なものとは言い難いものなわけですけどもしかし、あの時の報道ではですねあの並びにその小池さんのおー記者会見ではさながらこう手抜き工事であるかのようにあの手抜き工事が行われて非常に危ない状況になっているんだという予想 で公表されたその翌日からこの小さな火種がですねその瞬間から大きな炎へとなってこれはいわばあの豊洲炎上状況にこうなっていってですね、はい、で技術的な問題をさておいてあの地下空間は非常に危険なもので危なくって東京都は非常に悪いものだという象徴としてうん、うん、しかも地下空間をわわけです、ね、勝手に作ってしまって、はいはいね、本当は。 えー、専門家会議は盛り,盛り土をしなきゃいけないというふうに言ってたんだけれども、うんうん、それを完全にオミットしてしまって、うんうん、何かそこに。 え単に手抜き工事というだけではなくて不正すら行われていないのではないのかというようなそういう行動だったと思います、うん、いわば姉ハ事件とか建設偽造事件ですね、えー、そういったものとほとんど同じような印象が世の中に広まっていったというのがしかしながら多くの技術者はあの映像を見ながら、はい、これは普通の地下空間だろうと、うん、というかこれはピット中うものに違うかと。 はい、であのおおよそ多くの人々はですね地下ピットというものの存在を知らないと思うんですけれども、はいうん、これは建設、あるいは建築の常識的な構造であって、ええ、通常ビル等があると、ですねその地下にはですね配管がありますので、うん、その配管をメンテナンスするための普通、人が立ち入らないようなピットと呼ばれる、ピットというのは、これはあのくぼみというだけの意味。 なんんででで、すすすけども要るるにくみが作ってあるんですよ、はいで。それがないと配管とか非常にメンテナンスしにくくなってくるというのもあってそのピットとあるのは極めて一般的な構造なんですね。はい、でしたがってこれは多くの技術者僕の身の回りの技術者たちもあれどうな問題なんやろうとさまざまにこう言ってじゃあさ盛り土っていうのはどこに,す、はい、におやる 盛り土は建築物がある場所以外のところには盛戸土が存在していると<ー>で、そして一般的にはですね我々の感覚、だ建設の現場の感覚からすると、ピットは必ず作るもの。 でありますから<ー>多くのケース、まあ、例外も高床式という例外もあるんですけど多くの場合は盛り土をした上であ盛森土は土壌の専門家がこう環境の専門家がやるわけですけど、うん、そこから建築建設の専門家が移った瞬間にもう一度掘り返すことが必要になってくるんですよは<ー>で,ですからこれはもう普通建設のプロ,プロジェクトマネジメントをやってる人間からすると、はい、あこれ盛り土にしてもうもう一回掘り返さなあかんねやったらもう掘り返さんでも。 あの森の二千でも、そのままやってもうたらも園児がおかと、折、うん、しも。 土壌汚染が進んでた土地で地盤改良はしているけれども地下水が上がってくると地盤改良されてきれいな土のところでも汚染された地下水が毎日上がってきた時にはそれによって土壌自身が汚染されるかもしれないうそうすると建物の下が今は大丈夫だけど土が今は大丈夫だけどこれから汚染されるかもしれないのでそれをしっかりモニタリングしながら毎日の時にはその土壌の改良をするような施工することも必要なんじゃないかという議論があったことは容易に想像 つきますしたがってピットの高さを大きくするということを議論されたのではないかと、はい、で実際に日建設計が今つい先日公表したあの発注書に関係する図面にはその先ほど申し上げたように大きい地下空間があってそこに重機が置かれてる絵が描かれてるわけですねでそれで東京都から日建設計にこれで作ってくれというふうに言われて、はいね、そして粛々と作っていったっていうのが事実だと思います。ね、一,一般のの人たち疑、ねはい、疑念とというか疑問を代弁すると、はい その盛り土がなければ要するに専門家会議の見解を普遍して言うならば盛土がないとそのまあ一応こう土壌改良したとはいえまだこの危険性があるわけだから直にこの上がって便るとかさそういうのがこう揮発して上がってきて建物の中の魚とか野菜とか汚染してしまうんじゃないかっていう。 だから盛り戸がないと大変だとみんな思っそれに関してはあの技術的に言ってその認識は間違いだというふうに私は考えています。うんうん、なぜならば、えーと、盛り土があるとですね、えー、と土あの建物があると盛り土の上に,仮に建物を建てますとあの建物には必ず杭を打つんですね、大きな構造物の場合は。硬、うん、い地盤が下の方にあるのでそこまで長い杭を打って、はい、地震が来ても大丈夫なのようにすると。杭の周辺に水道 というものができちゃってですね<ー>その空間ができちゃうんですね杭と 土の間にでそこの隙間,がで隙間ができちゃってその水道を通ってその隙間を通って水が上に上がってくる可能性は否定できないわけですね。あのこれが1年2年だったら大丈夫かもしれないですけど、はい、これそれこそこれから何十年も使い続ける構造物ですから万一のことを考えるとそういうリスクは避けることが望ましいというふうに考えることが得策ではないかと思います。で一方ででで空間がががががピットがあるるとです、ねはい、メンンテナンスができきだけではなくてててて水がこう杭を沿って上がっ上てても 食べ物とかの層ではなくてピットの底に汚染水が届くだけなので食べ物はあの遮断されるんですね汚染水から。したがってそのピットというのはメンテナンスができるだけではなくて1階のお魚とかお野菜とか。 とのおと汚染水を遮断する空間としても極めて有効ではないかとこう考えられるわけですね、うそういう意味で二重の意味で地下ピットがあると非常に効果的であると地下水管理システムというのが用意されている まだ稼働してないけどこれは稼働するとさらにその構造というのを頑強にすするんででそうしたがって私の,あの今まで公表されている資料を拝見した技術的な分析としてはです、ね、まず地下ピットを作ることで地下水を地上と遮断するとともにメンテナンスができるという対策が2つできる、うんえー、それとともにです、ねあのー、そこまで水が上がってこないようにすることが一番得策なので、はい、えと地下水管理システムというものを非常にあのお,おそらく 極めて高額な、普通では考えられないぐらいの投資をして、地下水管理システムを導入してますね、この地下水管理システムはどうなってるかというと、ですね豊洲市場全体が非常に大きなお風呂みたいな格好になってるんですね、お風呂というか、側面が全部外界と遮断されてるんですよ。で、下が壁が周りとできてる、みたいになってるそういう感じですね、そこはこう、抜けてるんですけど、側面が全部遮断されてる。 したがってそうするとですね、あのー、地下水管理システムというのをこう入れておいて水がある程度上がってきたらこう吸い取ってその遮断したお風呂の外に水をジョボジョボ出すと<ー>そういうことをするとですね 水位が上げることを管理できるんですところが、これ、もしお風呂みたいに周りに壁を作ってなかったら、そういう地下水の水位の管理ってできないんですねダバダバに外に漏れて、海とつながってるところで、高潮なんかになった時には、地下水管理水線何ん入れてても水位が上がっちゃうので、ところが、外海とは遮断してるから、水を汲み上げるシステムを入れておくと、非常に管理できると。じゃあ、あの豊洲市場の豊洲市場の周りっていうのは、地下に、

そもそも地下水管理システムを入れてるだけで大丈夫だとは思うんですけどそれでもやっぱり機械物っていうのは時々壊れることもあるかもしれない、うん、で壊れた時に雨が大雨が降ってきて1週間壊れてる時に大雨が降ってきてしまうと、うん、地下水位が上がってきてこれが1回に行ってしまうかもしれないっていう万一のことを考えるとやっぱりピットを作ることが得策だというふうに考えたんだろうと思うんですですからちょうど原発の、まあ、原発についてはいろんな意見があるかもしれないですけど現状の原発ってものすごい過剰投資が今す 進められててそれでも稼働できるかどうかっていう状況があるんですけど、うんうん、それと似たような空気を感じます。は<ー>お金かけすぎであると。まあ原発のことをいとくにしてもですね、えー。あの土壌改良とかになんかものすごく金がか,かったって600億だ800億だったんですけど、じゃあそのお金あの、はい、その壁を作るのも含めてのて、ね、あえー、っとですね土壌汚染対策をまずあの一旦あそこの土壌一回全部掘り返して、お<ー>れでそれをきれいにした上で埋め戻すということをしています。そし、うん、特にあの重要なところあるいは汚染が厳しいところ こに関してはもっと深くまで掘り返して土壌を健全化してから元に戻してるとしたがってその時点で相当きれいになっているんですけれども。でもささそそれれってさ、はいはい、じゃあそれが も合理的な、まあ多少こう投資過剰なところはあるけれども、投資というか。はい資金投入量が多すぎたような、オーバースペックの感じはするけれども。とはいえ、合理的なものでは。極めて合理的だと思います。なんでそれをさっさと発表しなかった。これはおそらく、あのその時タックルの時に、えっと元東京都職員の佐々木信夫先生が。ご出されてて佐々木先生が東京都庁、彼は十数年。 はい、19年お勤めだったと思うんですけど、まあ、都のシステムの常識で考えるとあのトップすなわち小池知事がそういうことを技術者職員に公表しろと言わない限り公表していいと言わない限り、ありそういうことを語る職員はいないだろうとお<ー>したがってこれはあの小池知事があの公表するようにと指示すればすぐそういう説明が出てくるんじゃないかなと思います。うん、でもそれはさはさ、い、さ佐々木のさんは、はい やっぱりあなたとだか, <laughs> か,か,からそれ肯定的に言われたんだと小池さんはがあの政治家として改革の姿勢を示したんで出てきた資料に。俺はもともと聞きたいのはなぜ官僚は隠すの,、うん、そのこれだけだって豊洲の安全性っていうのは強固な反対派もいる中であの議論になっているのにだってそういうものをさっさと。 あのそう変えましたっていうふうに言って、説明責任を取った方がいいじゃないですか、うん、なんでやらなかったの佐々木信夫先生がそのテレビタックでご発言されたときにはあのー、東京都の職員が技術的な説明をするのを邪魔しているというようなニュアンスでおっしゃってましたですね、<ー>だからそれを肯定的というか<ー>あの、どちらかというと小池知事に対して否定的なニュアンスでおっしゃってたようにで、ね。でもそののははい、東京都の議官たちは、はいはいはい そのシスあなたが今説明したも,たものの安全性について自信を持っていると僕は思うんですけどねもっと説明すればいい,じゃい、うんいでしょうねあの東京都の職員の公式説明っていうのはないんですけども、はい、あの新聞の取材 取材陣には、ですね人というか記者には結構喋ってる雰囲気があって、ですね、うん、あの東京都の職員によると、あそこは地下モニタリング空間と呼ばれてた。 出てるねで、うん、それさちょこ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 出てくるのでんかますます怪しく感じられてくる方、ね、で一方で,です、ね、一般の学者にからすると僕はあくまでも公表情報と一般的な技術的な判断をお話ししてるわけですけども、うん、なかなかこんだけ空洞でバッシングされてるものに関してですね一般の学者が「ですね、はい、あのいやこれ安全だよ」っていうのはちょっとこうはばかられるこう空気が。 恐ろしい空気があってあの特に学者さんっていうのはそのなんか世の中と喧嘩するのに苦手な人が多いですから <laughs> あのこう世の中の空気にこう反対することが言いにくいっていうのはあるんじゃないかなと思うんですが、はい、今はですねあの市場問題プロジェクトチームというのはこれはあの、えー、と反対派 あの危ないとおっしゃってる急先鋒のお一人の森山さんなんかも一級建築の森山さんなんかも入ってる委員会なんですけどそこで第1回の PT が先先週ぐらいあってですねそこで2人の技術者があれがいかに安全か。 そしていかにあれが必要であるか、これはもう技術の移を集めたものだということで、絶賛をするようなお話をされています、これは新聞でも報道はされていそれはね、ご意見として、ご意見というか、ご見解として、専門家だから、あなたは土木とかの専門家だから、尊重しますけど、私がわからないのは、そんなに安全だと言える。 その自信を持ってその都の議官たちがやったんだったらこういう選挙前にね今回の小池知事が登場する前になんで,でもっと早くにここはこういうふうに変えましたっていうふうに言わなかったんだろうと。それれが疑問、うんうん、これはあの一般にあの いいろろと公共政策の時に僕らずっと議論している中の一つで、ですねやっぱり今の行政全体は、ですね科学技術コミュニケーションがいかにも下手なんですね、科学技術コミュニケーション、あるいは別の言い方をすると、パブリックインボルメントという言い方もありますけど、どれだけこう、多くの人たちを巻き込んでいくか、インボルブしていくか、これはもう、例えばダム、脱ダム宣言で80年代、徹底的に批判、世論にされたり、あるいは あるいは猪瀬さんがこうご活躍されてたあた道路問題、道路国会なんていうときでも、ああいう反省を経て、ですね、道路行政とか、あのー、ダム行政とかっていうのは、比較的ファブリックインボルメントとかいうことは進めてき、はい、てはいるんですけど、うん、こういう東京都ではそういう認識が浅かったんじゃないかなというのが僕の印象ですね、<ー>これはもう説明すれば、早めに説明しておけばよかったんじゃないかなと。少なくとも 安全性の問題というのは藤井さんのおっしゃる通りであって、議官たちもそ,れにその認識に、うん、そういう形で計画を変更していったと、うんうん、そうウるならば早めにそれを説明しておけば。うんうん えー、こんな騒ぎにならなならかったんだより安全にしてくれたんじゃんっていう話になってきますよね。うん、ででで私がもう一個思いますのが、えー、と実は専門家会議というものが終わってからあの具体的な施工の内容を議論する技術委員会議ですかね会がちょっと技術会議ができるんですけども技術会議で施工が終わってからおそらく確か3回会議が,技術会議が開かれてそこで、えー、と施工完了。 報告書というのが出されるんですよ、はい、こういうふうに豊洲は施工工事を完了しましたという,う報告があるんですけどそこの図面を見るとですね明確に盛り土がしていないというのが明らかになってるんですその図面を見ると<ー>で地下水管理システムの絵があってその地下水管理システムの絵にはご丁寧なことに盛り土がしていないことが明らかにわかるそして地下空間があることがもう誰が見てもわかるような格好で絵が出されてるんです<や>これが3年前なんですね。なんだけ年 技術会議のね、はい、その種の文章を読む人は、はい、いない。ですおそらく東京都の職員の感じからすると、あの、もう技術会議で。 あのちゃんと説明をしてそしてホームページにこれずっと3年前から貼ってあるんですよ、はい、貼ってあって今3年間文句言われへんかったんで、うん、もうこれであの話終わったんやろうと思ってたんだろうと思いますお誰からも何も言われないからはい、はい、でしかも技術会議の技術委員会の委員は専門家でちゃんと報告をして何も言われなかったらこれでみそぎが全部終わったというふうに東京都の技術者が思っていたとしても不思議ではないと思いますでも技術会議っていうのは、はいはい いや工学系の方が多くていわばその建築や土木とか水管理とかそういう人たちが専門家ですよその専攻した専門家会議ってどっちかっていうと環境の専門家がちゃんとそれはさ変更するんだったら変更数で明示しなきゃいけなかったと思う方針を変えるんだったら変えるで。 <で>そこがやっぱり手続き問題としては大きな歌詞があったんじゃないかなと私は思いますけどね。宮崎先生がおっしゃるようにやっぱりそのプロセスの問題と技術的な安全の問題をこう一応分けて議論していく必要があるっていうのはやっぱり今回もまだ重要なポイントだと思います、はい、そこのプロセスについてはぜひいろいろと検証するところもあるかもしれません。 検証手続き問題でのある程度責任者の責任を問わせるということはあるとしても藤井先生としては3月にはもう移転すべきであると。3月に移転しない積極的理由はあまりわからないですね。ということはいるのではなということはあでかもう一言だけ申し上げておきますとあと。 汚染水が出たという報道もありましたよね。あはい、これはもし本当に極めて危険なものであると、3月の移転というのは考え直す必要も僕は高くなるんじゃないかとは思うんですが、うんはい、少なくとも私があの報道等で、えー、出てる数字なんかを見ますと、これは移転上問題はないというふうに考えています。な,なぜかというと、うん、あの環境基準というのは実は2種類ありまして、飲料水としての基準と、うん、あの。 えと生活空間に存在しても構わないという意味での基準が2つあるんです、飲んじゃだめだけど、あってもいいとそれこそあの川の水とか飲んじゃだめですけど、あってもいいいわけじゃないですかであの通常、あの専門家会議で、あの一番最初にやられた専門家会議で言われている地下水の基準っていうのは、この排水基準なんですよ、飲料水基準じゃないんですよ。 で排水基準をもし超えていたらあの地下水管理システムで一回ろ過をしてから下水道に流しましょうっていうことが書かれてるぐらいなんです。うん、これ逆に言うと専門家会議ですらあの環境の専門家ばかりがあの議論していたの一番厳しい専門家会議ですら基準のレベルは甘い方の、うん、お排水基準だったんです。はい、で今回超えたのはえっ、ー、と飲料水基準にしか過ぎないんですね。<ー>でしかもあのだから要するにあそこの地下水を ジャブジャブガブガブ1日2リッターずつぐらいガー飲んだらちょっとやばいかもぐらいなんです <laughs> でしかもそれが出たっていうのも200数箇所のうちたった3箇所なんですよんでしかも超えてたっていうのはちょろっと超えてただけであって、はい、あの排水基準は完全にクリアしてるんですですからあれは移転の大きな市場になるとは到底思えないというのが私の見解ですなかなかね最近のワイドショーとかではないあのニュースとかでは聞けない話だったと思うんですけど多分す、ね、あのリスナーの方々は質問が、うん、そうですねいろいろ いっぱいあると思うんで、はい、えっとぜひ藤井聡さんにこの件について質問され、はいあの、したいという方はぜひどうも、はい。はい、えー。メールはボイスアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターハッシュタグシャープボイス一二四二でお待ちしております。四時三十八分になります。来週のザボイス特集はこれだ。ゲスト参戦、激論タッグマッチ。 来週17日月曜日からの「ザ・ボイスではコメンテーターとゲスト合わせて9人の論客たちが激論を繰り広げます17日月曜コメンテーターはジャーナリスト長谷川裕弘ゲストは4時台に自民党から前防衛大臣中谷賢さらに5時台には民進党から元防衛副大臣渡辺修 北朝鮮の核開発で安保環境が急速に悪化する中日本は平和をどう守る長谷川幸宏が与野党の安保論客たちに地獄好きを浴びせる18日火曜日コメンテーター経済学者高橋洋一ゲストはイエール大学名誉教授で内閣官房参与経済学者濱田光一一部で限界説も支えかれるアベノミクス今日本の経済政策には何が足りないのか高橋洋一が大ブレーンに迫ります 19日水曜コメンテータージャーナリスト有本香織ゲストは国際政治学者三浦瑠璃 <music> いよいよ来月に迫ったアメリカ大統領選の行方は日本にどんな影響があるのか女性論家具2人が激論を繰り広げます私今からすでに緊張しております女性2人の対決でありますそして20日木曜日コメンテーター評論家宮崎哲也ゲストは参議院議員 青山茂春本格指導した国会では本当に国民のための議論が行われているのか青山怒りのラリアートに宮崎がバックドロップを狙います AM1242FM93 日本放送ザポイそこまで言うかゲスト参戦激論タッグマッチ17日月曜夕方4時9人の論客とイーダン・ハンセンがリングに舞い降りる さあ番組からのお知らせですあれからおよそ1年半ザ・ボイスの大イベントが東京に再上陸するザ・ボイスそこまで言うか場外乱闘激論首都大決戦メガマックス来年1月14日土曜午後3時開演ザ・ボイスの論客たちが政治経済から外交安全保障まで大激論を繰り広げるトークバトルイベントです 参戦するのはジャーナリスト長谷川幸宏さんジャーナリスト有本香里さん経済学者高橋洋一さん評論家宮崎哲也さん参議院議員青山繁治さん経済評論家常年司さんほか、えー、司会は私伊田でございます、えー、司会は東京国際フォーラムホール A、えー、観覧チケット税込4200円現在二次先行販売の真っ最中ですチケット購入のための電話番号2つお伝えいたしますまずはチケットピアノ受付番号 0570-029980、0570-029980 05、えー。こちらの番号は10月15日、今週の土曜日に限って受け付けておりません。ご注意ください。それから、日本放送楽々チケットの電話番号、0570-071242。 番えこちらオペレーターによる対応で平日朝9時から夕方5時までの受付となりますえしたがって今日の受付は間もなく終了となりますえ詳しくは日本放送ザ・ボイスホームページをご覧ください2017年1月14日土曜日東京国際フォーラムホール A ザ・ボイスそこまで言うか場外乱闘激論首都大決戦メガマックスよろしくお願いいたします はい時刻は午後5時を回りました引き続き評論家の宮崎哲也です日本放送アナウンサーの飯田浩司ですお送りしておりますボイスそこまで言うかこの後5時半まで生放送えー、今日はあゲストをお迎えしております京都大学大学院教授の藤井聡さんです引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、えー、豊洲市場のまあ主に安全性についての、えー、お話をいただきましたけれども結構ね様々メール、はいえー、ツイッターもいただいておりまして、はい、ありがとうございます、はいえー、横浜市の田山さん男性の方、うん なんで都庁はホームページの上で、えー、全面盛り 土を行ったかのように流し続けたんでしょうかえまたなぜそれが誤りであることを知ってるはずの技術人がそのホームページを放置していたんでしょうかそうここはもう先ほどお話もありましたけど科学技術コミュニケーションについての配慮が都としては不足してたというのが一つ考えられます、はいで。それに加えて私がホームページを拝見したところによるとです、ねはい、イメージ図で盛り土が全部あってその上にピットがない格好で建物があるような漫画もあるんですけど別の漫画では地 しか。 空間ピットがああるるよような漫画もあるんですよ<ー>でかつホームページを見ると2008年からのホームページには盛り土がないということが技術者だったら誰でもすぐ分かるような図面も出てるんですよ<ー>だからでしかもその図面に関して、えー、と技術会議の人はそれで了承してるのであの東京都の技術者としてはあもう一応これ了承されたと思ってたという可能性はあるんじゃないかなといそれであの地下ピットがある漫画も出てるんですよだからそこら辺はチグハグですよね<ー> さあ、ちぐはぐですね。混いたずらに混乱を引き起こすだけだと思うな。なんかこう、なんか都民にちゃんときちんと伝えないといけないという意識。が、あの、足らなかったと言われても、全く致し方ない状況だったと思います。で、今現状も、多くの人は、あの、盛土がなかったっていうのは。不正な工事が行われた。あそこ危ないんだと。思ってる人もいて、でも事実は、そうではないだろうという。ことう。客観的に証明ができる。なんでこれがまだ炎上してるんだろうと、こう。ああ、そうですね。やっぱり、これは何でかというと、やっぱり。 一般の都民の方を中心にした世論がですね一旦振り上げた拳を、うんはい、下ろすところに困ってしまっているので、はい、何かこう東京都が悪い悪いってこう朝から晩までワイドショーを見ながらずっと避難し続けたので,、はい、でちょうどこの間 たけさんもおっしゃってたんですけどずっとそうやっててなんか安全だってなったらいや俺たち,どう,しちゃどうしたらいいのってたけさんおっしゃってたんですけど <laughs> <ん>困っちゃってるんじゃないかなとだからなんかどっかに無理からにでも歌詞を見つけて東京都の悪いところを見つけて避難しようとする空気はまだ残るということは社会心理学的にも指、ねまあまあ、的不況は必、い、うな、ね、原稿とかしていただいたんですけど社会心理学的には極めて一般的な現象ですね。 振り上げて拳の下ろし方を世論が全員が困ってると。ほら保守主義者でしょ。大衆嫌いやね。いいやそんことない。い僕は公衆を愛してます。公衆を。パブリック。パブリック。公衆はします。確かにそのこう一つの保護先として市場長という立場の人がよくやりだまりされるとあるかもしれません。えもう一通ですこちらあ三木雄さん八王子市の方富士さんに質問です。豊洲市場の 施設は床が薄くて強度が足りないっていう話もあるんですが、うん、これはどうなんでしょうか、これはもう最終的に構造計算をきちんとして、した計算結果が残ってると思いますので、それをもう一度確認することが大事前提だと思いますし、<ー>具体的に薄いと、まあ、しばしば言われるのどこのことをおっしゃってるのか、ちょっとこの文章では分かりかねるところありますけど、はい、よく言われるのがあの、それこそピットの床にはコンクリが売ってないじゃないかと、これは非常に危ないじゃないかと。 そもそもあそこはモニタリング空間にして万一のことがあれば重機を入れて土壌改良等を行う可能性が想定されてた、うんはい、とするとコンクリを打ってしまうと土壌改良するのが大変になってきて、ね、コンクリ壊さなきゃいけないそうでしたがってあえてコンクリを打たなかったという可能性も僕は技術的にはあるんじゃないかなと思います。 そのあたりは本当は当時の人に聞くしかもうちょっとないですね,そですね。そこは技術的には全然あのないという構造も耐震強度さえあれば問題はない、はい。これね強度計算に疑念があるとすれば、はい、強度計算やり直さなきゃいけないんだけれど、そうやって客観的にそれをやってくれるような機関とかっていうのを、はい、作るべきなんですか。これどうなんでしょうね。 あの一般的にはの耐震構造、すべての建物はルールがありまして、はい、新耐震、新しい耐震のルールがでそれに基づいて計算してるはずです、でこれは僕の感覚でいくと、日建設計がやってて、日建設計の一般的な仕事の水準を見てると、はい、その耐震計算で間違ってるというのは、 ちょっとと考えにくいいんじゃないかなかもしあったら、これ、姉は事件のような大問題になります、<ー>それはあのピットがあるとか、地下空間とか全然別と、すべ、ね、てのビルにおいて、そういう耐震偽造っていうのはあるかもしれないですから、うん、えそれぐらいのオーダーですね、逆に言うとここだけが取り立てて危ないというふうにはちょっと思えないです、うん、ここが危ないんだったら、僕が今、いてるこの日本放送のこのビルもやばいかもしれんっていうか、はい、そういうオーダーだと思いますね。<laughs> なるほど えー、ご意見をお待ちしております。メールボイスアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターハッシュタグシャープボイス一二四二です。五時十分です、えー。今日のニュースピックアップしまして、えー、宮崎哲也さん、藤井聡さんと解説をしてまいります。えー、まずはこちらのニュースからです。T. P. P. 自民と維新が、明日からの審議入りで一致。 自民党の二階幹事長と日本維新の会の,日本維新の,会のバ,バア幹事長は今日午前、国会内で会談し、TPP 承認案と関連法案について、明日から衆院の特別委員会で審議に入ることで一致しました、一方、民進党や共産党など野党各党は、輸入米の売買入札で不透明な取引があった問題をめぐって、農林水産省の情報開示が不十分だとして、明日からの審議入りに反対しております。 えー、アメリカはまあ批准これできないんじゃないかと言われている中で日本が先にやるのかと、うん、まあ野党はその辺もついてますけれどもね宮崎さん、あのー、共産党さんは、ねはい、反対なんですよ、もともと。 共産党さんは消費税にも反対だし消費増税にも反対だしというか消費税そのものに反対だし私はとてもすっきりしたお立場で好感を持ってしまうんですけど問題はですね民主党さん旧民主党時代に TPP を推進したのは民進党さんなのでしかもその時の旧民主党の TP なんて 中ではプロジェクトチームの中ではもっともっと徹底的に関税撤廃を進めるような議論というのが出てきていたので一体どうなさるのかなというふうに思っていますね、藤井さん。本当そうですよねこれ、もともと今回審議されるものの筋はですね政府から提案するわけですけど政府の中身というのは外国との交渉で。 決まってきてきるものですから日本の意向は当然入ってますけれども、日本の意向だけではない、アメリカの意向もたっぷり吸い込んだものが、これからこう出されるわけですから、もともと民進党さんが賛成していたわけですから、これは大なる可能性でえまあ成立する方向で動く可能性はあるわけですよねで、うん。それはい,いことなの いやこれはいいことかどうかというのは、発言は控えさせていただきますけど、控えるかな、<laughs> まあ、今の半ば冗談ですけれども、<laughs> でこれはですね、<laughs> TPP の中身、どうこう。 あもうすでに TPP が成立しなかってもです、ね、ええ、今、日本は TPP が成立したら実現するであろう、世界に向かって自発的に日本の構造を変えようとしてる節があってです、ね、例えばあの内閣の中の規制改革会議とかです、ね、あるいは、はい、あの構造改革徹底推進会合というものがあってです、ね、これがのアメリカの意向と無関係に推進されてるかどうか、しっかりと我々国民が確認しながらです、ね、TPP が通る、通らないにかかわらずです、ね、こういったものの中でどういう構造を日本が作っていこうかというのを、 見極めるる必要あと思います私はね、その伝で行くならば、例えばね、トランプがね、日本の乗用車っていうのは、本当に薄い関税しかかかっていない、それを35%にすべき、2.5%、35%すべきだって言ってる、この人はね、日本のアメリカのこの車に関する関税構造というのを理解していないトランプ全然理解しないと。 要するに、ね、じ一般乗用車ってそんな売れないんですよ、うん、北米で。うん、一番売れるのは SUV と言われる、うん、スポーツ UTT ビークルと言われるもので、うん、これをアメリカはあの小型トラック、うん、ピックアップトラックの中、うん、とカテゴリーに無理やり入れちゃったわけ、うん、で、これはじゃあどれだけに関税がかかっているかというと25%。とい 当然完全撤廃を目指すわけだから、うん、下げていくのかなと思ったら下がらないんですよこれなかなか下がらずにあれ30年ぐらい経ってからでしたっけそう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 だ,だいぶ経ってからウォール・ストリート・ジャーナルからもうこれどうせ GM があの途中で介入して下げないことにすい違いないとまで書かれているというお30年あればそのぐらいできる。でこれねあの クイントンさんは TPP、今のところ反対してるけれど、はい、実は賛成してるんじゃないかというふうに浮きりゆっく言われてるじゃないですか。そ、うん、そうううだとと思う、はい、そうすると、うん 一応政治的な立場で最高賞ということを考えるんだと思いますそうすると、うん、今今でもこんな今あの、うん、車の状況,状況を見ると分かるように決め込まれてるのに、うん、ますます厳しいで日本はね,ねあの乳製品とこれは必ずしもアメリカが渡航するわけじゃないけど、うん、乳製品とか酪農とか、はいえー、畜産とかっていうのは私は あの主にニュージーランドとか、はい、オーストラリアの製品が、うん、あ関税、えーご、低い関税で流れ込んでくることによって、うん、私は壊滅する可能性があると思いますね。すですからこの T P の TPP 問題はあの 対局的に捉えなければならなくて、先ほど申し上げたように、積極的分析をすると、もうここのことここに至ったらです、ね、批准しないというのは、非常に考えにくい状況に至っている、でうん、だとするとです、ね、これがどうすべきかというと、例えば今、三崎さんがおっしゃったように、クリントンが再交渉をやってきたときに、どういう態度で臨むのかということを議論したりとかです、ね、えー、あるいはあの、それがもし、ポシャった TPP がポシャった場合、二国間交渉になったときに、どういう態度で臨むのか、そのとき、どういうあの理論的 思想でいくのかということを議論する必要があると思うんですよ。そこの,の議論の中でずっとこうあの関係の役所のお役人なんかいうのはこれは実は安全保障問題なんですよ宮崎さん俺はこれがね絶対ダメだって言ってるわけ。なぜならば日本は少なくとも十分な防衛力を自国だけで現状では憲法九条上の元では自国だ,だ,だけでできるあの安全保障環境を 整まあこれはいずれにしてもアメリカ同盟,同盟関係のある国,国との助けというのは必要であってこれは非常にバイタルな問題なのが日本にとってそのバイタルな問題を通商交渉に結びつけたら、ね、理論的にはどこまでもうん、うん 譲らなきゃなんなとだから日本としては建前として絶対これは二つは違うと言い続けなきゃいけないんそれで実質的に違うものなんですよそもそもがそもそもそんなことをやったところでアメリカが譲歩してくれるなんていうことを考えてるはずがないわけでもでう平気で言うわそうなんですよけしからんだろけしからんですそれは何かと最後としてちゃんと言ってくれけしからんです今申し上げますけしからんです言語道断ですそれは <laughs> これ、しかし、TPP 交渉で国内法が結構変わると、ではい、実際にポシャっちゃっても、国内法を変えちゃった後だとそうなんですよ。 日本だけ丸裸にななってるしかて僕自身の,あの今あ、改めて申し上げるの TPP に関して、さまざまな言説を過去において徹底的に反対論を中心に申し上げてきましたですけど、うん、私は TPP そのものよりも、それを進めようとする日本人の根性とか、理論的発想とか、<laughs> 着想とか、イデオロギーそのものに関して僕は論じようとしてたわけであって、うん、あの時に気づかなかったとしたら、日本人としてもこれ、終わってるんじゃないかというぐらいに僕は思います。さ西西文文ととしとしてての西部文科優等生として <laughs> 本領がいよいよ出てきました。何おっしゃいますどういう解説ですか <laughs> そ,ううそれ <laughs> じ。じゃあ続いて <laughs> 二つ目こちらです。中国の輸出前年比マイナス10%。 中国の税関総書が今日発表した9月の貿易統計によりますと輸出は前の年の同じ月と比べ10.0%減の1845億ドル日本円にしておよそ19兆円となりましたえ今年2月以来7か月ぶりの大きな減少幅ですさあ中国の景気輸出が不振だとそうなるとかなりや日本の今日の株価にもかなり影響したみたいですけどね この番組でずっと言ってきたと思いますが惑星直列という言い方で1個目の中国の景気後退2個目はイギリスの EU 離脱そして3つ目はひょっとすると来るかもしれないのはトランプの大統領就任だということなんですがトランプリスクはかなり後退してきたんだけれどもまたやっぱり1個目が非常に長い長期的な問題としてもはや中国の景気不振 えー、長期的なあ成長低迷というのは。 もう私たちは一種予見として受け入れなければならない状況に立ち至ろうとしているのかもしれないそこでですねグローバリズムにかねてから強い反対を意見を持っておられる京都大学の藤井聡先生にここに所見を伺いたいと思うんですがグローバリズムのお話で申し上げるとそもそも去年も一昨年になるかもしれませんけどエマニュエル・トッドという世界の代表的知識人の一人でグローバリズムに徹底的に反対されている方との共助で グ「グローバリズムが世界を滅ぼす」って本書いてますから <laughs>、はい、あの徹底反対論者ではど文で,、ね、<laughs> でしょで。 今回のこの中国マイナス10%の輸出減というのは中国の経済が悪くなっている帰結はもたらせますですけれども、はい、その原因はどこかっていうと世界経済自体の需要が縮小してきてる、うん、世界経済自身が少しずつ強硬状態に陥ってるということの反映として輸出が減ってるんだという,ふうに理解すべき、うん、長期停滞論、そうですね、長期停滞論の近いな。あれは僕の友人のあの柴山啓太さんが言ってるような静かなる大強硬というものが2008年のリーマンショック以降ずっと継続。 してるんだとでこれがまずこの世界認識があれば、ですね、はい、あの経済成長をするためには、供給力と需要力の,そのバランスが必要なんですけど、逆に言うと、供給力があっても需要力がなければ、その国は成長できないわけです、でその需要力に関して言うと、世界的にも需要が縮小してきている、はい、これは要するにそれぞれの国に関して言うのならば、すべての国において外需が冷え込みつつあるという状況なんです、はい、したがって経済成長を果たそうとする国家は、外需依存で成長しようなんていうことを考えているのは、もうお花畑論理以外の何物でもないということの 調査として今回のデータを把握するべきだと、それを考えると、先ほどの TPP 論にもつながっていくわけですけれども、うんうん、中国が輸出を10%も低下させているような状況の中で、外需で成長しようなんていう、もうせっこい話を考えている国家としてはおかしいじゃなと。だ世界の中には、うん、例えばイギリスやドイツや韓国のように、外需依存度をどんどん高めていって、一時期は良かったとおっしゃる通りです。 あの依然として,して内需主導国だからか、はい、そういう意味では好条件下にあるというふうにおっしゃる通りだと思いますあの今のところ日本の多くの,あのマインドセットあの基本的な価値観として共有されているのはやっぱり外需で売って出ないといけないという議論が多くてそれが TPP 論とか、うん、あるいはあの構造改革論につながっているところはあると思うんですが客観的状況としてはいまだに9割近くの需要を内需で調達している、うん、非常に うな先進国家でありますから、今、日本がもう一度外需ではなくて内需に目を向けて、財政政策を中心とした景気刺激策、内需拡大策を行えば、瞬、ま、く間に日本は大げさに言うのならば、世界最強の経済を手に入れることは全く簡単であるというふうに私は考えますうん、うん、ちょっと前までね、うんはい、あの少子高齢化が,が進むんで、やっぱり外需依存をせ,せざるを得ない,い、ええええええ、成長できないのはありました。 あのアジア全体を内需化するとかっていう話が、うん、日本の内需するとかって、うん、誠しやかに捉えられたんだけど、うん、今となってはそれがいかにナンセンスかということが分かりますすよね全、ま、くその通りです、うんえー、ニュースピックアップ2つのニュースをお届けしました。 お送りりりしししててままままいいいたザボイス分かる時間が近づいてまいりました、はい、今日は評論家の宮崎哲也さん、そして京都大学大学院工学研究科教授、えー、内閣官房参与、藤井聡さんを迎えてお送りしてまいりました、はいはい、さあ,あ、来週なんですけれども、コメンテーター、ジャーナリスト、長谷川幸宏さん、月曜日ですね、えー、木曜日は宮崎哲也さんと青山茂春さん登場となります、なお、木曜のザ「ザボイスはあドラフト会議の中継がありますので、えー、午後5時までという濃縮バージョンでお送りいたします。 さあ,あ藤井さん、今日うどうもありがとうございました。読み切れないほど感想もたくさんいただきまして、はい、え匿名希望、小金井氏の男性、はいえー、メディアの報じ方、世論の受け取り方に根本的な問題があることが分かりました。何が真実か見,つ見極めるのって難しいですね おお、いただいております。ねえ。はい。専門家の意見っていうのは、本当に分かりやすいなというふうに思ったわけです。リテラシーをね、持っていただきたい。ところで私たちは、はい。杉ィ宮崎は、一生懸命、この財政政策を進めるべく、これからも頑張っていこうと。ね。はい。本当そうです。頑張りましょう。頑張りましょう。本当に。どうも、ありがとうございました。またね。はい。